代わりに俺が迎えに。いいじゃん、俺まだ帰んないぞ。帰るっつってんだろ。やだやだやだ、まだ竜と遊ぶ。だだこねてんじゃねえ。何も殴らなくても。口で言ったって聞かねえんだよ。いいじゃん、アホアホ。やだやだやだ。タカ、今すぐ黙れ。俺竜と遊ぶじゃん。黙れ。神谷、幼児相手に凄むのやめて。お願い兄ちゃん乗っかったれ。タカ君、俺悪くねえもん。悪いだろ。なんだ。あ、何言ってんだよお前。そうだよタカ君、嫌いなんてそんなわけ。別に好きでも嫌いでもねえよ。これは正直に答えただけだろ。弟に好きも嫌いもないだろうが。ないだろう。うるせえから先に連れて帰るわ。じゃあまた明日な、カシマ。そうかよ。今までお前に押し付けるのは悪いし、俺が部活休んでついてってやるつもりだったんだけどよ。だから別に好きじゃねえし。あ、あ、ちょっと待って、タカ君。なんだ、お前もやっぱ兄ちゃんと一緒に来たかったか。そんなんじゃねえもん、うさいだな、アホ。タカ、お前も欲しいもんあったら買ってやるぞ。ハヤト兄ちゃんへの土産とか。そんなのやね。そうだな、ハヤトにはこんなのはどうだ。あれ、まもなく閉園のお時間です。園内にお残りのお客様は。なんだよ。よかった、無事で。ほら謝れ。神谷。タカ君、神谷がいなくてやっぱり寂しそうだったし。兄ちゃんのこと、兄ちゃんのこと、うん、俺は大好きやぞ。はい、森の宮邸でございます。うん、黙ってねえでさっさと名乗れ、アホ。変態か。なんで出たの、龍じゃねえ。ああ、こちらに。私のパンツの色でしたら黒ですが、何か。すみません。おお、お前らこれから暇か。え、聞く気なんだ。コウタロウ、俺とお祭り行くよ。俺電話ちゃんと言えた。お、でうなずいて頭打っただけ。大丈夫。アホだな。うん、否定はしない。今日の俺はヒーローだぞ。振り回すな、迷惑だろうが。ったく、んなもん持ってきやがって。なくしても俺は知らねえからな。俺なくさねえもん。絶対なくすな。コタロ、早く行こうぜ。わたあめ食うぞ。ちょ待って、二人で行ったら迷子になるから。人混みで走るのもダメだよ。ち、学習しねえな、あのバカ。やっぱ最初にガツンとやっとくか。やめろって。お、うん、何見てんだ。さあさあ、坊ちゃん嬢ちゃん、寄っといで。よし、じゃあ次はもっと腹の足しになるもん食おうぜ。絶対あの日も繋がってねえし。繋がってないだろうな。で、一体どうしたわけ、タカは。なんかもうぐっちょぐちょじゃん。俺出る大変だもん。金魚すくいして元気出せ。カタラもどうぞ。ね、いいんですか、そんな。うるせえな、いい加減にしねえと。うさいだんとこに捨ててくぞ。つうかお前、持ってきた剣はどうしたんだよ。俺は預かってないよ。いや、そこで俺まで見られても持ってるわけないから。武士だな。
いい加減にしろ。お前すげえな。え、何が？俺は弟じゃなかったら、そんなうぜえ奴の面倒なんか絶対見ねえぞ。俺なんていいだろ、会社でやんでも。じゃあ、あんまり泣かすなよ、神谷。おい、タカ。こんだけ探してないんだから、お前もう諦めろ。よし、じゃあ行くぞ。あ、いや、あら、拾ったもんとかで、別に。どうしたの、タカ君。どうするに、原因はこれみたいなのよ。何ですか、ボールに落書き。うこ。そう、そのうんこみたいな落書きはタカが書いたみたいで、それは昔からハヤトが大事にしてたサインボールなのよ。ってことはまさかあいつ、それで怒って今度こそ本気でタカ君を殴ったりしたんじゃ。兄者が悪いんだよ、毎日野球ばっかで。ババ。兄者、学校行くなら俺も一緒に。俺に大人げなくいつまでも怒ってねえで、さっさと許して。じゃあわかるよ、年がこんだけ離れてると普通に怒って喧嘩するわけにもいかん。八坊の大阪城壊されたり。何作ってんだお前。徹夜でと。特にあの携帯には父さんと母さんからのメールが入っ。バカは悪気 100% だろ。お前反省したとか言ってたけど、まあそれでもクソガキ相手じゃ結局俺が。俺悪くねえもん、遊んでくんで。いいじゃん悪い。前の宝物は何かあるかい。あれの宝物はこれだじゃん。神谷、俺たちが我慢しなきゃと言ったけどはほんの少し寂しいだろうな。じゃあ明日ガキどもと野球やるぞ。野球。え、野球はまだ無理なんじゃ。おい、野球やるじゃん。